おはようございます。大キャノンです。今日も、朝は米田コーヒーにやってきました。今日はですねホットカフェオレと、あとはですねこのエラベルモーニングのこの D を頼みました。白桃ジャムで、あとまあちょっと卵ペーストは必要なんで追加して、これで520円ですね。はい、めちゃくちゃ安い。あ、540円、ね、めちゃくちゃ安い。はい、そして鬼滅スタンプも2個目をねもらおうと思います。はい、ではいただきます。はい、白桃ジャム塗り終わりました。ではね早速いただきたいと思います。うん、めちゃくちゃ合う。美味しいですね。さすがにこの時間はまだ誰もいないんで、もう感染対策バッチリですね。誰もいません。今客私一人です。この時間はいないんだね。まあでも平日だと分かんないですね。休日の7時ちょっと過ぎたんで今そうかもしれないですけどね。まあ、またねちょっとこれを食べて、いい朝をねスタートしたいと思います。っていうかパンがうまいね。パン嫌いなんだけどね私ね。その私が美味しく感じるパン、うん、昼食もこういうパンを出してくれればねいくらでも食べるんですけど、本当に美味しい。そしてスタンプも貯めれると。はい、ごちそうさまでした。いやーもう大満足ですね。そしてもう朝とかね、最近ナッツしか食べてなかったんで、もうお腹いっぱいなぐらいですこれで。はい、なんで、すごくですね充実した朝になりました。さあ今日のスタンプは一体誰なのか。もうねずこだったかな、もう炭治郎とかなのかな。2個目はそれも楽しみですね。皆さんもね、3連休2日目、一人ぼっち行動、そして外に出るときは必ずマスクをするという感染予防を徹底して、自分のやるべきことをやって、楽しむべきところは楽しんでいい一日にしましょう。はい、ではスタンプ2個目押してもらいました。なんと2個目もねずこ。つまりこのカードは多分全部ねずこということは、他のキャラを見るにはおそらくこのカードが2枚目に行かなきゃいけないということですよね。毎日来なきゃいけないという。いやー商売がうまいねーってね思っちゃいますね。はい、まあでもすごくねちょっと充実した朝ごはんでした。非常にですねいい気分でまた一日をスタートして、今日もいろんなことが頑張れそうです。これを見てくださってる皆さんもぜひね、いろんな、まあちょっとコロナ禍で大変ですけど、中学3年生は受験勉強頑張ってください。もちろん1、2年生もね勉強とかね、あと制限されてる中ですけど部活動とかもあるかもしれませんので頑張ってください。で日本全国の皆さん本当にね、感染予防しっかりして、集団では絶対に行動しない、そして会食はしないというのをね、もう何時以降とかそんなの関係ありません。会食はしないということで、徹底していきましょう。はい、国会議員の作ったルールなんて、あんなのはね役に立ちませんので、ちゃんと自分で調べて、どういうことが感染予防になるかをね、真実を、見極めてやっていきましょう。
会食はダメですよ。2人でも感染しますからね。はい、なんで、ではいい休日を過ごして、また火曜日からしっかり頑張れるようにしましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。